1話ずつ行きたいな。お前飛んでこい。よし。あ、強え。はい、どうも、かみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、今日もやっていくんですか。24日目ですね。はい。でね、実は、今この瞬間の前にですね、ついさっきですね、3時間ぐらいプレイしてたんですよ。録画しながらね。3時間ぐらいプレイしてたんですけど、そのね、録画失敗しまして、音声が取れてなくて、多分動画としてはボツになってると思います。おそらく。編集してないと思います。はい。なのでね、3時間分ちょっとすっ飛んだんですけど、だいぶ先進んでるんですけど、進んだんですけどね。動画的には、これの前の動画から、なんか次の動画になったらいきなりなんかチェスト増えてるし、なんかナベズゲーの地図あるしみたいな感じになってると思いますけど、その辺すいません。はい。申し訳ないです。途中ちょっとだいぶ飛んだと思いますけどね。うん。で、状況的にはこのジャーナルを作ったんで、またこのジャーナルの細かいクエストが始まってまして、まあサバイバルキャンプファイヤー作ったりね、このナベズゲインの地図を作ったりね、こうチェストを作ったりとかですね、その辺進めております。はい。で、今私何をしたいかというとですね、このコンボチャレンジがベースボールバットに今なったんですよ。終わった、木のコンボで倒すっていうのが終わってね。で、ただね、ベースボールバットが出ないんだよね。いつものことなんですけど、ベースボールバットがね、多分まだこのステージ12とかじゃ出ないのかな、まだね。なので、その辺をちょっとね、実はあさりに行きたいなと思うんですけど、まだゾンビがそんなに強くないんでね、ちょっと今のうちにちょっと行こうかな、みたいな感じになってるんですけどね。ここどこか行ってみようかな。ここ行ったんだっけ？ここ行ったか。行ってないか。この辺は行ったんだよね、多分ね。こっちの方の、あと水も汲みたいんだよ。俺、瓶持ってきたかな。瓶持ってない。水も汲みたいんですよね、そういえばね。水汲みがてら、ちょっと向こうの方まで今日は行こうかなと思いますね。どこだっけ？ここだっけ？違う。あ、ここか。あ、間違えた。違う。やりにくいんだよね。あれ違うな。瓶どこ行ったっけ？明日か。あった。ダン。よし、行きましょうか。じゃあ、北の方です。で、まあ、ゾンビはね、まあ、まだまだ全然強くないんで、ゲーム性低いんでね、全然戦いますね。でですね、面白いというか、やってて気づいたんですけど、夜の時間ね、日中の長さ21日って確かなってて、21日で長いのか短いのかよくわかんないみたいなこと言ってましたけど、めちゃくちゃ短いというか、朝になるのが超早いです。はい。夜になるのはね、いつも通り22時から夜なんですけど、その夜明けがですね、夜中の1時ですね。1時になったら朝になります。全然朝じゃないんですけど。全然朝じゃないんですけどね。一応ね、22時に始まって、1時に朝が終わるみたいですね。夜が終わるみたいですね。どうやら。なので夜自体はね、めっちゃ短いです。フェラルフォードとかも速攻終わるじゃんとか思ってね。あ、速攻でもないか。フェラルフォールドもだから割と、簡単に終わるんじゃないかなという、そんな、なんかイメージですね。はい。で、なんか、いて。で、なんかコメント、いて。お前ちょっと、コメントにもね、ありましたけど、今見ました。ヘルスバー出てたでしょ、今ね。ヘルスバー出てたでしょ。これ、設定でね、どうやらね、設定でできるみたいですね。ほら、ヘルスバー出るようになりました。ヘルスバーね、普通のオプション設定で、変えられるようになってましたね。なんかコメントしてくださった方もいらっしゃいましたけどね。これ便利だね。なんか昔はもう何やっても出なかったんだけどね。昔は何やっても出なかったと思うんだけど、昔からそうなんだから気づかなかっただけかな。ねえ、これ便利だわ、やっぱり。ちゃんとね、ヘルスバー出てくれると楽っちゃ楽だよね。これ難易度は下がるんですけどね、こう囲まれた時にね、
誰から倒せばいいかっていうのがヘルスバーがあると分かるんで、運ばれた時とか全然楽なんですけどね。ね、どういう順番で倒すかとか、あ、しまった、分かるんで。お前も、あ、しまった、スタミナがない。スタミナがない。まあまあでも戦えるでしょ、これね。死ね。まあまあ戦えるでしょ、なんだかんだ言いながらね。うん。だ走ってこられるとね、やっぱきついんですよね、その辺は。棍棒なんで、そこまで振りも速くないしね。あれ、野良ゾンビでしょ、あそこなんか。あいつら。あの道具箱開けたいね。あの道具箱をちょっとぜひとも開けたいけどね。スリーパーが、ああ、スリーパーいるな。あそこの道具箱開けたいな。開けに行っちゃおうかな。向こう行くとクマいるんだよ。ああ、なんかろくなもんじゃなかった。道具じゃなかった。パーツだった。まあいいや。こっちのじゃあ、質屋さん行こうかな。これ、あさったっけ？あさったね。多分自分であさったね。よし、行きましょうか。はい、着きました。着きました。開いてるけどね、ここ入り口ね。ここちょっと見てこようかな。もうあさられた後かな。あ、でも、そうでもないね。あさってないですね。空だ。自販機は一応生きてんのかな。あールートはちゃんと残ってますね。こんにちは。コンボもうすぐ壊れるけど。ん？そうか、落ちてくんのか。びっくりした。落ちてきたわ。ご苦労動くしたいくん。痛い。ご苦労さん。ワンテンポ遅れて倒れてくれる。あ、上があんのか。そういうことか。で、上から落ちてきたのか。あ、なんだ、ノラが来た。ノラ。よく反応するね、そんな遠いとこから。ねえ。不女子。不女子よく来たな。ご苦労さん。まあ、慎重に行きましょうか。上から大量に落ちてきたらね。また上から来んの？あ、来た来た来た。また上から来た。基本上にいるのかな、みんな。基本上にいるんですかね。死ね。よしよしよし。囲まれるのだけは、あそこに誰かいるね。あそこにいるね。囲まれるのだけは嫌なんで、ちょっとずつ行こうかな。あそこにタイヤ、こんなとこにタイヤがあるけど。あー、いるね。クローラーか、あれ。この上には上がれないのかな。あそこ光ってるけど、あの辺から上に上がれんの。そういうわけだ。気がついたか。坊主ハゲ、坊主気がついたか。感染生存者。そこ歩けるんだ。膝言わしとこう、とりあえず。膝言わしとこう。あ、走ってきた。そ、切れなくてもいいじゃん、まあ、そんな。こらこらこら、切れなくてもいいじゃん。おい、走んなよ。走り方やばい。走り方やばいな、お前。ん？どうや？それか。ノラはね、来なくていいんだけどね、今。忙しいんだけど、俺。どこ行くの、お前。ゾンビの動きがなんか、動きがだいぶ、ねえ、ムーンウォークするなよ、お前。あ、壊れちゃった。もう一本あるよ。もう一本あるんだよ。残念だな。ちゃんと予備は持ってるんだ。ちゃんと予備持ってんだよ。残念だったな。よし、ということで。ルートを漁るより、まずちょっとゾンビを先に倒してしまいたいんだが。お前も降りてこい。ボトッ。あ、お腹空いたとか言ってる。お腹空くの早いんだよね。お腹空くの早いんだよな。もう、ま、どこも、潜るなよ、お前。フローラ。潜るな。このタイヤ取れないのかな？取れないんだ。で、ここレジだよね。多分ね。
レジスターを調べるマートにしようか。もう上に人いないのかな。あ、行けないんだ。こっち行ける。乗れないのかな。まあそこから乗れそうな気はするね、確かにね。こっからね。あ、乗れないか。乗れないね。乗れないわ。上に上がってみたいけどね。どっかから上がれるのかな。あ、待って、犬がいたらやだな。犬いたら死ぬぞ。犬いたら死ぬ可能性が高いな。ちょっとこの位置だけ変えとこうか。2番で、こっちにもレジですね。こっちにもレジがあって、ん、なんか読み込んだ。あ、レジ3箇所あるんだね。あ、ここ入れるけど誰かいる。誰かいるわ。膝膝言わしとこう。あ、足踏み、足踏み。走るな走るな走るな。よしよしよし、 OKOKOK。 よし、スタミナがない、スタミナがない。倒した。 OK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 。 おおおおって、別にそんなあれだな、言うほどでもないな。アルコールよりさ、お酢のがビネガーのがなんかご飯作れるから、魚でね、まあ、魚釣らなきゃいけないけど、なんか有用なような気がするね。まだまだね、アルコールあんまりなんか使った記憶があんまりないんだけど。あ、この辺から上がれる？上がれないか。これが閉まってるんだね、やっぱね。ああ、裏から入れるのか。裏から入れるみたいですね。全部裏つながってんのかな。あ、ここ開いてんじゃん。あ、バイカーがいる。あ、上にも誰かいる。お、反応した。早いね。反応早いね、お前。ゾンビバイカー。危ない。こいつね、反撃してくるからな。こいつ反撃してくるから強、すごいんだよね。なかなかね。ほらね、こいつ絶対反撃して、あ、やばいやばい、追い詰めた追い詰めた。こいつ絶対反撃してくるからな。あ、待って、違うの来た、違うやつ来た。どうせよお前、はい来いよ。こいつの反撃、反撃やばいんだよな。あれ、気のせいか、やつの声だったのか。ああ、よし、ちょっと先見てこようか。で、こっから、こう行って、あ、挟まれる。挟まれる系か。一人、不助士。一不助士。危ない。一不助士。用務員さん。用務員さん。この辺は弱いね。この辺は弱いですね。楽勝だね。で、こっちとか、あ、こっちはこっちでまた、あれか。あ、行き止まりか。あ、こっから上に行けるんだ。こっから上に行けるパターンですね。で、こっちはさっきの裏、トイレか。あ、こっちトイレですね。ああ、こうなってんだ。ああ、こうつながってるんだ。なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。そういう感じね。そういう感じね。じゃあちょっとこの上行ってみましょうか。ここ外でしょ、多分ね。こっちは外なんで、こっから上に行けると。ちょっと階段になってる。ああ、行けるんだね、一応ね。よいしょ。この辺ゆるボードね、これね。ゆるゆるボード。いるのかな、まだゾンビ。まあ、飛べる、飛べるっちゃ飛べるか。おう、この辺からちょっと漁っていきましょうか、順番に。遠いところから。これダメだね、これもうダメだね。もうダメだね。蜘蛛の糸取れんの、取れないか。蜘蛛の巣トラップとかいうのがあるけどね。
蜘蛛のストラップ作るのに蜘蛛の糸が必要なんですけど、蜘蛛の糸が取れるわけでは、あ、屋上があるじゃん。あ、こっから屋上に上がるのか。そういうことか。ここはまだ途中なんだ。なるほど。で、ここ落ちるでしょ。誰か来たね。あ、照らしてるけど、あ、やばいやばい。何これ、行けないじゃん。何照らしてんの、あそこ。あ、まあ、こっち行けって話。え何照らしてんの。なんもないけどね。なんかあんのかな。なんかあるね、ここね。で、ここだけ木じゃん。え？ん？ん？なんかよくわかんないね。ここだけ木なんだ。なんか意味あんの？え？別に意味なさそうだけどね。あんのかな？あるんすかね。壊してみるか。あ、外じゃん。外に出れるだけじゃん。外に出れる。だから何って話だね。だから何って話じゃないか。うん、まあいいや。あ、ここ、まあいけるか。いけるね、別にね。いけるいける。あ、ここ。あー、なるほどね。これは何？しゃがんでいって間に合うのか？あ、いけるわ、一応。あ、誰かいた。誰かいたわ。鎖掛け死骸。あ、カバンある。鎖掛け死骸。あ、誰か入ってきた？入ってきたね、誰かね。ズーズーしいやつ入ってきて、まあいいか、入ってきても。で、とりあえず、こっから上ですね。屋上なんだね。屋上行きましょうか。HP あんまないけどね。はい。あ、鳥がいるわ。嫌だね。鳥嫌だね。鳥嫌だけど、鳥をなんか、射抜く術がないんだよな。まあ、食らう覚悟で行くか。感染しなければいいけどね。あ、鳥いっぱいいるじゃん。一匹ずつ行きたいな。一羽ずつ行きたいな。お前飛んでこい。よし。あ、強え。複合攻撃はやめてほしいね。同時に来ないでほしいな。同時に来んのやめてほしい。あ、ちょっと待って、乗っかっちゃった。ここのやつは出てきたんで、あと向こうのやつか。飛んでこい。あ、くそ。飛んで。じゃあ、オッケー。一発は食らうよね。もうしょうがないな。で、あそこからも誰か出て、こっからも誰か出てくるでしょ。あ、いないのか。いないわ。珍しい。いるかと思ったのに。で、水。以上か。なんか、あ、あったあった。なんかお宝みたいなのあった。あった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 。これだ。これがまあ、最終のお宝か。ショットガン欲しいけどね。今、ブランダーバスは拾ったんですけど、ショットガン欲しいな。まあ、弾もないけどね。ハンティングライフルでもいいけど。ハンティングライフル、まだ出ないか。これは、一応これ着用しよう。あ、着用しよう。着用。パッドグローブよりはマシだ。パッドグローブよりはマシだね。薬で、じゃん。あ、ビタミン剤か。まあいいでしょ、ビタミン剤も。なんか銃出ないかな。銃出てほしいな。カモン、銃。またブランダーバスじゃん。またブランダーバスだ。まあ弾も拾えたからいいけど。またブランダーバスか。ブランダーバスね、一発しか弾出ないからね。ねえ。
ここなんかいいね、ここ住めるね、こうね、あ、こうなってんだ、あ、こうなってて、ここお宝だったな、ここお宝だったんだ、おー、まあまあ広いねここね。ノラがうるさいけど、ノラうるさいけどね、外に階段はないのかな、外にはしごは、はしごはないんだね、外にね、外からは入ってこれないんだ、入っちゃう、入ってこれるっていうか上がってこれないんだね。まあそんな感じだ。どっか叩いてるやついるけど、叩いてるおばあさんがいるけど、なるほどね。じゃあちょっと店内も簡単に見ていきましょうかね。ポトッポトッ、誰がギャーギャー言ってんの、誰ですかギャーギャー言ってる、お前か、不女子か、不女子、うるさいよ不女子。腹ペコですとか言ってるけど、何も、水は拾ったけど食い物拾ってないんだよね。確かに腹ペコだな。これ水入ってると嬉しいけど、入ってた、やった。あーと、この辺は癒されないね。じゃあ順番に行きましょうか。レジスター、在庫のレジスターにも金入ってんの、入ってるわ、さすがだね。お金抜いてから展示した方がいいよ。で、電子レンジ、あ、レンチがないんだよね、そういえばね。レンチ欲しいね。鍋。あ、ちょっと待って、もう荷物やばいかな。この辺は分解だな。あ、これ分解できないんだ。あ、そうなのね。これも、これ解体だな。これつけようか。これつけよう、装着。装着じゃない、ちょっとサンタ帽子かぶっててね、そういえば今ね。何つけよう、まあこれでいいか。あ、つかないわ。これならつくか、370ならつくか。あ、これならつきそうだね。あ、ついた、オッケーオッケー、完了。うん、待って、揃えとくか、じゃん。鍋ももういらないんで、分解、これも分、これ分解しても減らないか、これは減らないな。で、この中も一応あるよね。あったあった。開いてんじゃん。あ、開いてん、見たんだっけ、ここ。見たっけ、レジも、あれ見たっけ。で、こっちか。はい。トークン貯めてくかな。この中をまず最初に見ちゃうか。こっちはさっき見たんで、こっちだね。もしかいらないな。ここは、ルートはないのね。ご飯入ってる？入ってた、焼肉。焼肉入ってたわ。速攻食べちゃおう。グリルは今持ってないんでありがたいね。グリル今ないんでね。グリル拾えたのでかいかも。食べたばっかりじゃダメ。今食べたでしょ。我慢せえ、我慢せえ。まあこの辺もいらないかな。だから防御力自体は、ヘルメットかぶった方がね、強いんですけど、ちょっとね、機動力とかね、スタミナとかが失われるんで、今はあえてサンタ帽子をかぶっております、私。逃げられないときついんでね。逃げられなくなるときついんで、一応ね、ヘルメットも何個か拾ってるんですけど、ヘルメットかぶるのやめて、サンタ帽子で頑張っております。はい。機動力重視で。あ、オーブンだったんだこれ。中身オーブンだった。あ、でも空だ。空。そしてここにまた焼肉が入ってることを祈る。カモン。入ってない。そううまくはいかないね。そううまくはいきません、世の中ね。残念でした。こっちにはテレビがあるだけか。
で、この中は、この中行けたんだっけ、そういえば。この中入れた？だいぶ重くなってきたな。あ、入れる入れる。あ、まだゾンビいるじゃん。まだいたんだ。こんにちは。お姉さん。首かしげてる。小首をかしげたお姉さん。でかいな、お前。ほんとでかいな。でけえ。でかいわ。スーパーモデルか、お前は。めっちゃでけえじゃん。あー、これはちょっと胴打ち。これもつけれるかな。あ、つけれないか。チェストにしかつかないんだっけ、これ。どうや、足の鎧。足の鎧いけるかな。これいけるかな。あ、いけるね。やった。行きましょう。リロード早くなるやつね。あとちょっとこの辺は、これ抜いて、バラス。バラス。これも、これ抜いて、で、バラス。で、これもバラス。これ分解。はい。そんな感じ。これも分解、実は。よし。そんな感じかな。あと裏にもちょっとなんか、あ、ここになんか財布があるね。裏にもちょこっとなんかあったけど、この上はない。これ上はさっき私叩いてたとこですね。うん。で、あ、このチェストがあるわ。でも空でしょ、これ多分。じゃん。あ、マグナムだ、入ってた。やった。マグナム持ってないけど。やったって言いながらマグナム弾持ってないけどね、そもそもね。あ、これ空だな。こっちは、こっちなんもないね。お、鉄なんだこれ。鉄の、ああ、そういう感じか。で、こっちトイレですね。トイレにちょっと水とか、うんこはいらないけど、うんこはいらないけど、水があったら回収したい。あ、回収しよう。あとトイレにレンチがあったら嬉しいな。レンチまだ持ってないんだよね。ステージがちょっと低いから、まだレンチは出ないかな。レンチが出るぐらいのステージじゃないかな、まだ。あ、これね。ボングね。ダーティーボングね。汚れてる、汚れてるボングね。あんまり意味なかったね。あ、そういう、あ、包帯いいね。包帯いいね。包帯装備しとこう。開いてんじゃん。開いてたね、今ね。開けたんだっけ、俺。うんこ。あ、これ空だ。まあそんな感じかな。こっち側は。おーって言ってるけど。食べるものない。カビタパンしかないから、食えないな。食えないね。ちょっと食えないね。ちょっと食べれませんな。もう上は見なくてもいいんで、この辺の下になんか、ルートがあるんなら、ちょっと見ていきますか。机しかないか。なんでこれダメージ受けてんの、机。あー、カレッジジャケット。あ、じゃあ、ダスターの方がいいね、でもね。カレッジジャケットならね。だんだん重くなってきたけど。あ、金庫あるじゃん、こんなとこに。しかもダメージ受けてない、これ。気のせい。気のせいか。気のせいだった。あの、ロックピックがまだ手に入ってないんで、金庫開けられないんだよね。これなんかあるな。ほい、あー、ブランダーバスとかショットガンの弾はぼちぼち、ぼちぼち手に入りますね。ただ、ショットガン欲しいけど、まだショットガン出ないんだよね。ペンキをね、ちょっと集めたい。集めたいんですよ。あの、色塗る人なんでね、ちゃんとね。私、ちゃんと塗装する人なので、拠点を作ったら。なので、ペンキはね、多分ペンキ使い放題じゃないと思うんだけどね、一時期はね、使い放題になってましたけど、しばらくの間ね。だいぶ足が遅い、きついな、これ。だいぶ足遅くてきついけど、
何？いらないもんある？まあ、水は飲んじゃうか。水飲んで、ぐらいか。ぐらいだね。これいらないな。これいらない。うん、まあ、こんな感じだね。大していらないものも大してなかったわ。もう頑張って帰るか。ちょっと重たいけど頑張って帰りましょう。トースターとか、体ちゃんとちゃっかり全部見てんね、俺ね。よし、ということで帰りましょうか。なんか今日収穫あったかな。グリルか。グリル。調理グリル。調理グリルあったら収穫だったかな。